はい、おはようございます。すすきの YouTuber のたまさまです。今回はですね、食事編ということで、まあドリンクなんですけど、あのダイエットに役立ちそうなものをね、紹介したいと思います。僕の中でね、なんか結構噂っていうか僕の中で結構ね、評判のいいやつなんですけど、炭酸水、はい、炭酸水ね、はい、こちら結構ね、メリットが大きいんでね、でデメリットがほぼほぼないんですよね。あの結構ダイエットでこれやるといいよみたいなのって、メリットとデメリットってあるんですけど、これはそんなにデメリット側が少ないっていうか、ほぼないに等しいんじゃないかなと思うんで紹介したいと思います。はい、炭酸水ね。炭酸水は炭酸飲料とは違います。はい、炭酸飲料だと糖分がね入ってるので、炭酸水ね、こちらを飲んでください。水と二酸化炭素ですね。はい、こちらね、メリット、そう、結構ねあるんですけど、まあ簡単に5つ言うと、疲労回復、成長作用、血行増進、美肌効果、満腹感、この5つがあります。僕なんかはなんか、まあとりあえず喉渇いた時とかにね、飲むようにしております。はい、まあやっぱりやり方とかね、そのコツがあるんで、間違えないようにしていただけると、はい、より効果的にダイエットできるんじゃないかと思います。はい、というわけで本日はね、炭酸水、はい、こちらでした。では以上、すすきの YouTuber のたまさまでした。みんなでダイエットを頑張りましょう。またね。